ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、北極ってどんな場所だと思う？そうね、一面雪の世界で、ちょっと面白みには欠ける場所かしら。随分毒舌だな。霊夢は面白くなさそうって言っていたが、北極ではしばしば不思議なものが発見されるんだ。何それ、面白そうだわ。というわけで本日紹介するのは、北極で発見された奇妙なもの7選だ。それでは今日もゆっくりしていってね。北極で発見された奇妙なもの一つ目は、光る雪だ。光る雪なんて幻想的ね。ロシア北西部、北極圏の白海沿岸で、雪の中が青白く光る現象が目撃されたんだ。それが目撃されたのは、2021年12月の凍るように寒い夜、生物学者のベラ・エメリアネンコ氏が白海沿岸にある調査所から散歩に出かけた時だった。物語風になってきたわね。これらの光る玉は、雪を押しつぶしたり踏んだりして圧力をかけると輝きが増したそうだ。なんていう現象なのかしら。翌日、エメリアネンコ氏は、光る雪玉を実体顕微鏡にかけて、光の原因を突き止めることにした。氷が溶けるのを待ちながら、小さな岩石を針でつついてみるが、何も起こらない。何か狐につままれているような不思議な体験ね。しかしその時、濡れたシャーレの中に、小さな海洋甲殻類貝足がいるのが見えたんだぜ。それをつついてみると、貝足はかすかながら青い光を放ったそうだ。まず、貝足って何？貝足類は、全世界の海に分布する動物プランクトンで、エビと同じ甲殻類の仲間で、地球上の水海のほとんどあらゆる場所にいる動物だ。珍しい生物ってわけではないのね。貝足類の発光脳はすでに知られていて、体内にあるルシフェリンという物質が酸化反応することで光を放つ。海の生物が光ること自体は珍しいことではないんだぜ。光るイカとかもいるわよね。代表的なのはホタルイカだな。ホタルやクラゲなど生物発光の元となる物質を総称でルシフェリンと言うんだが、ルシフェリンはルシフェラーゼという酵素によって酸化され、蛍光性を持つ霊気状態の酸化物が発光体となり、それが規定状態に戻る際に光を発するんだ。なるほどね。幻想的なあの光景には科学的な仕組みがあるのね。でも今回の注目されるところは、それが陸上で確認されたってことよね。そういうことだな。貝足が光る原理は分かったけど、何のために光っているのかしら？海洋動物プランクトンを研究している学者によれば、いくら生息域が広いと言っても、この貝足は本来、白海の岸辺にはいないはずなんだ。え、そうなの？それがどうして？今回の現象については、貝足が強い海流に巻き込まれたのではないかと考えられるんだ。一日に2回、白海が満潮になると、凍るように冷たい海水がプランクトンと一緒になって、岸辺の氷や雪の割れ目に流れ込む。貝足のように浮遊するプランクトンは逃げ場を失い、海水と一緒に岸を覆う雪に閉じ込められてしまったんだろう。でも雪の中よね？よく生きていたわね。いや、その貝足は死んでいた可能性もあって、生物発光をする貝足類は死んだ後も体にルシフェリンがある限り発光するんだそうだ。そうなのね。いずれにしても、歩いた道がライトアップされるなんて素敵だわ。一回でいいから見てみたいわね。今回、偶然にも奇跡の光景を目にすることができたエメリアネンコ氏だが、彼女が勤める80年以上の歴史がある生物調査所には光る雪に関する記録はないそうだ。めちゃくちゃラッキーがあるじゃない。北極で発見された奇妙なもの二つ目は、フリスランドだ。ランドってことは島？そう、島なんだが、実在しない島と言われている。地図に記載されているにもかかわらずだ。それってどういうことなの？1558年、ベネチア出身のニコロ・ゼノは、彼の祖先が1380年代にフリスランドという島を発見したと主張したんだ。ゼノによれば、島の位置はアイスランドの南で、その東にはノルウェー、西にはエストテランドがあるのだという。でも実際にはその場所にはフリスランドなんてないのよね？そうなんだ。エストティランドは、北アメリカにあるニューファンドランドだった可能性があるが、そうだとするなら、ゼノの祖先はコロンブスより先にアメリカ大陸を発見していたことになるんだな。頭がこんがらがってしまうわね。ウルバーのモンテの各1580年代の平面地図にもフリスランドは存在しているし、他のいくつかの地図にも載っているんだ。より詳細に書かれたフリスランドの全景には、ワンヤイリエ、半透明、岩礁、離れ小島、いくつもの都市の名前がより丁寧に振られている。でも、Google Earth とかでその場所を確認しても何もない？そうだ。おそらく真実は、ゼノのでっち上げだろう。そりゃ残念だわ。ゼノは売名行為のためにそんなことをしたんだろうが、当時のベネチア人はまんまと騙されてしまったんだろう。いくつかの地図に記載されていたフリスランドだが、19世紀に作り話と宣言されている。それでもいくつか目撃証言はあって、1576年に英国人のマーティン・フロビシャーが、
グリーンランドをフリスランドと勘違いし、1580年には自然哲学者のジョン・ディーがイングランドをそれと勘違いしている。最初はどうってことない嘘がどんどん大きく。しかし、1989年に文献学者のジョルジオ・パドアンが、ゼノは本当のことを言っていたと主張している。彼によれば、新世界を発見したのはコロンブスではなくイタリア人だったのだそうだ。それが本当だったらフリスランドが実在するってことよね。幻の島ってロマンあるわ。北極で発見された奇妙なもの三つ目は、テラー号だ。2016年に北極探検船 HMS テラー号が北極研究団体によって発見されたんだぜ。それって何かすごいことなの？めちゃくちゃすごい。それはテラー号が168年前に消息を絶った船だったからだ。168年も姿を消していた船が急に見つかるなんて、まさか幽霊？幽霊が関与しているかどうかはわからない。テラー号が消息を消すまでを簡単に説明するな。ちょっと聞くのが怖いわね。テラー号はもともとはイギリス海軍の軍艦で、ボルティモアの戦いなど、いくつかの戦闘を経た後調査船に換装され、1845年、ジョン・フランクリン船長に率いられて北極調査へ出航するんだ。その目的は、ヨーロッパから北極海を経由して太平洋に至る北西航路を発見し、その海図を作成することだったんだぜ。大冒険の始まりってことね。船首は鉄で保護されていて、客室には暖房があり、図書室まで完備され、3年分の食料も積まれていたんだ。それだけ長旅になる予定だったってことよね。なんだか切ないわ。エレバス号と共に北西航路へ向かうが、バフィン湾で2隻の捕鯨船に目撃されたのを最後に129名の船員もろとも消息を絶っているんだ。2隻に何があったのかしら？船が消えてからの船員の消息だが、まずビーチェイ島では船員3名の墓が発見されている。このことから、その年の冬、船員はビーチェイ島で過ごしたとされているんだ。無人島に漂着してってことかしらね。映画みたいな話だわ。生存者のメモによれば、フランクリン船長は1847年6月11日に死亡。また他の船員は、越冬中のキャンプか、帰還を試みる途上で死亡している。低体温、飢餓、栄養失調、肺炎、結核、亜鉛欠乏が船員の死の主な要因だとされているな。人骨には切った形跡があり、人の肉を食っていたらしいことも伺えるんだ。この世の終わりのようだわ。フランクリンに代わり指揮官となったフランシスの署名が入った1848年4月付のメモで、2隻が1年半にわたって氷に囲まれ身動きが取れなくなったこと、隊長のフランクリンを含む24人が死亡したこと、残った生存者はカナダ本土に上陸し、数百キロ先の毛川貿易の拠点を目指す計画であったことが記されていた。しかし、目的地にたどり着いた者はいなかったのね。残念なことにな。船員は次々と亡くなってしまったが、船はどこへ消えたのか？そこ気になるわね。2016年に北極調査基金の調査隊によって、キングウィリアム島の南沖にあるテラー湾で沈没したテラー号が見つかったんだぜ。発見地は、これまで歴史家が推測していたところから100キロ離れた場所だったんだ。それじゃあなかなか見つからないはずよ。9月2日、イヌイットのハンターでカナダ軍北極部隊の一員でもある、サミー・コグビク氏がこの捜索に加わっているんだが、彼はその途中、7年前にキング・ウィリアム島のテラー湾であるものを発見したことを話していたんだ。あるもの？それは氷から生えていた木製の柱だったんだ。木が育たない北極圏では実に奇妙な光景よね。その通りだな。ハンターたちは柱を調べて写真を撮ったが、ポケットに入れておいたカメラはなくしてしまったそうだ。重要な手がかりが、もう一度写真を撮ろうと引き返した時には、すでに柱は波の下に消えていたそうだ。船が沈んでから時間は経っているはずで、その柱も長い間水の上にあったはずなのに、一瞬で見えなくなってしまうなんて運が悪いわね。証拠がなかったので、7年間黙っていたとハンターは言ったそうだ。カメラをなくしてしまったんだものね。でも証拠がないから黙っておくというその心理はわかるわ。話を聞いた一行は、その場所に向かうことにした。そしてこれが手がかりとなり、調査隊はたった2時間半でテラー号を発見できたらしい。発見されたテラー号は、驚くほど保存状態が良く、沈没当時の姿のままだったんだ。どうしてそんなことが起きるの？水温が低く、光が届かず、しかも沈泥が船体を覆ってくれたなど、好条件が重なったんだ。中には割れずに残っている窓ガラスまで見つかっている。約170年も経っているのに、そのままの姿なんて、まるで船がタイムスリップしてきたみたいね。調査を進める中で、唯一船長室だけ調査ができなかったそうだ。どうして？扉が閉じられていたからだ。おそらく船長は最後まで扉を閉めていたのだろうな。扉の向こうに何があるのか興味がそそられるわね。
北極で発見された奇妙なもの4つ目は、プラスチックの雪だ。今プラスチックが環境問題になっているわよね。今回のってそういう話かしら？そういう話だぜ。プラスチック使用量を減らすために、日本でも2020年から買い物袋の有料化が始まったしな。それほど人間が使用するプラスチックが他の生物に良くない影響を与えてしまっているってことなのね。海に流れ込んだ時、海洋生物はそれらを誤飲してしまったり、プラスチック製の袋や網が体に絡まるなど、最悪の場合、死に至ることもあるんだぜ。本当に申し訳ない気持ちになるわね。そして北極圏では小さなプラスチック片が雪に混じって降っていることが、研究で明らかになっている。ここで言うプラスチックとはマイクロプラスチックのことだ。マイクロプラスチック？微細なプラスチックゴミの総称で、5ミリメートル以下のもののことを言うぜ。人が使っているプラスチックが北極まで流れてきてしまうってこと？そういうことだぜ。マイクロプラスチックが風で巻き上げられ、風に乗って北極まで移動したと考えられている。北極付近の海域では太平洋ゴミベルトを超える。海水1リットルあたり1万4000個ものマイクロプラスチックが検出されているんだぜ。想像以上の量だったわ。プラスチックは海水や氷山に蓄積するだけではないんだ。海洋生物が餌と間違えて誤飲することがあり、かなり小さいため取り出すことは難しく、海洋生物の体内に取り込まれることによって炎症反応や接触障害にもなる場合があるんだ。我々の食卓に上る魚や、海から取れる塩がすでにプラスチックで汚染されていることが、複数の調査で明らかになっている。オーストラリアのニューカッスル大学の調査によれば、我々は毎週クレジットカード1枚分のマイクロプラスチックを食べているという。冷静に聞くとやばいわね。見えないから意識することはないだろうが、マイクロプラスチックは水道水、ビール、海産物、空気中などあらゆるところに入っていて、マイクロプラスチックゼロ生活は現代社会に生きるなら、不可能と言わざるを得ない。人間への影響もそうだけど、人が住んでいない北極まで、プラスチックの被害が及んでいるなんて、恐ろしいことが起きているわ。しかもその影響が人間にも返ってきている。残念なことに、プラスチックによる北極圏の汚染は、海洋生物だけではなく住む生物に影響が出ているようなんだ。人間って地球のガンだわ。カナダの北極圏にある、プリンスレオポルド島には、フルマカモメと言われる海鳥が生息しているんだが、このフルマカモメの卵を調査したところ、フタル酸エステルに対し、陽性反応が示されたんだ。フタル酸エステルとは、プラスチックに使用されている化学物質のことだぜ。実際に動物に被害が出ているなんて、使用するプラスチックの量を減らすのは急務ね。なぜ、フルマカモメの卵から検出されたのかというと、親鳥が食事のため獲物を探している最中に、プラスチックを誤食したことから、卵の中に添加物が含まれていたと考えられる。そんな卵で育てられるヒナにも悪影響が出そうね。北極圏に生息するフルマカモメは、他の動物よりもプラスチックを誤食してしまう恐れは低いはずなんだが、それにもかかわらず今回のようなことが起きているということは、プラスチックの汚染の広がりが我々人間が思っている以上に進んでいるということだな。プラスチックが雨や雪に混じる現象はフランスのピレネー山脈や日本の福岡市でも報告されているんだぜ。もう世界中の問題なのね。大したことないと思っていてもそれが積み重なると、動物を殺しかねないと肝に銘じておくべきだ。そうね。北極で発見された奇妙なもの5つ目、300年以上生きる海綿動物だ。北極海の下にある海岸には、何世紀も前に死んだ生物の死骸が大量に残されているんだが、そんな海の墓場でひっそりと300年も暮らしている生物がいるんだぜ。300年、どんな生物なのそれ？無数の巨大な海綿動物だったんだ。海綿動物？スポンジ状のブヨブヨした生き物だと思ってくれ。現実問題、300年生き続けるなんてことが可能なの？それも北極圏で、栄養に乏しい極寒の海で暮らすその海綿は、大昔に死に絶えた生物の死骸を食べて生きていると考えられるそうだ。生命力の高い奴らね。栄養が乏しい深海では、しばしば生態系は、地熱で熱せられた水が噴出する大地の亀裂の熱水噴出口で、それらがもたらす熱と食料を頼りに織りなされている。それじゃあ北極でも噴火が起こっているということ？いや、北極のラングセス海嶺の火山は数千年前に活動をやめてしまっているんだ。しかもあいにく、海流によってどこからか栄養が運ばれてくるようなこともなかったそうだ。それなのになぜか生きている奴らがいると騒ぎになったんだな。それが海綿動物ね。そうだ。そこでわかったのが、死骸を食べて生きているということだった。海綿動物が発見された海底にはバイオマスが大量に積もっていて、そのほとんどは、2000から3000年前に海底火山が活動を停止した時に死に絶えた、チューブワームや二枚貝といった生物の死骸だ。その死骸が尽きることはないのかしら？
代謝が遅いため海底墓場の死骸で十分生き延びることが可能なんだそうだ。それじゃあ食料が尽きることはまだまだなさそうね。食料源を消化するスピードも非常に遅いので、食料源もなくならないんだろうな。しかし、懸念もあってだな。何かしら？現在、ラングセス海嶺の海面は氷の層で覆われているが、温暖化に伴って氷が溶けると、その中に含まれる栄養源が海底山の方にも流れ込む。それの何がいけないの？むしろいいことじゃない。深海が栄養源で豊富になれば、よその海洋生物たちが一斉に集まり、海面動物の安定した生態系を崩してしまうんだ。このまま温暖化が進めば、彼らの隠れた楽園も滅びることになるってことだ。そんなところにも温暖化の影響が出ているのね。北極で発見された奇妙なもの6つ目、北極圏のミイラだ。北極圏の外れの地から、道徳川にくるまれた女性のミイラが発掘されたんだ。ミイラ来た。男性ばかりの墓地に埋葬された、これまでのところ唯一の女性だというんだな。立場的に特別な人だったのかしら？意図的にミイラにされているの？偶然が重なってミイラ化したようだ。北極という場所だからこそね、腐敗しなさそうだもの。土の中で遺体が自然に保存されているうちに、腐敗プロセスがストップしたんだな。遺体の軟組織は、遺体を覆っていた儀式用の道具である銅から漏れた溶液に使っていたそうだ。今回のように自然にミイラができるのは珍しいことではないの？珍しいがもちろんありえないことではないぜ。今回の場合は、永久凍土、埋葬時に銅製のものがあったこと、そして気候が要因だ。ミイラは砂漠で見つかることもあれば、今回のように玄関の北方でも見つかることもある。良い条件が整っていたってことなのね。おそらく年齢は35歳くらい、身長は155センチ、繊細な顔立ちがはっきりわかるんだ。生前は美女だったのね。まつげが長く、髪の毛も豊かで、歯もしっかり残っている。生きている頃の表情が想像できそうね。グリーンを帯びた顔は銅製の釜のようなものの破片で覆われていて、そのおかげか永久凍土の墓の中で顔はほとんど損なわれていないが、体の他の部分の保存状態はあまり良くないそうだ。頭部は動物の皮、おそらくトナカイの皮で覆われていて、こめかみのところに青銅のリングが見つかり、体はカバの木の皮で包まれていたんだぜ。他にもミイラがあってそれは男性だったのよね。そこに住んでいた民族なのかしら。この女性が所属していた集団は、北極圏の外れで狩猟や漁労で生活していたんだ。そして以前に36体の成人の墓を調べた時は、すべて男性で、頭蓋骨が砕かれていた。したがって発見された女性は社会的に重要な地域にいた人物だと考えられる。族長の娘とか奥さんとかかしらね。詳しいことはわからないがな。子供たちは男女の区別なく埋葬されていて、赤ん坊のミイラも発見されているんだが、女性のミイラとの血縁関係はないそうだ。どういういきさつでその女性が他の男性と一緒に埋葬されることになったのか気になるわね。それは当時の光景を見ないとわからないことかもな。北極で発見された奇妙なもの7つ目は、海氷にぽっかりと開いた謎の穴だ。北極上空を飛行していた NASA の科学者が、飛行機の窓からある不思議なものを発見したんだ。あるものって？円形状の穴だ。北極に開いている穴って遺体が知れなくて少し怖いわ。穴の周囲には円の部分がギザギザとした位置、二重の層が放射状に広がっていて、どこか溶けて形が崩れたアーチェリーの的のようなんだ。波紋のような特徴は、氷がぐずぐずと柔らかく、若く、薄いものであろうことを示しているんだな。それじゃあその穴の近くには行かない方がいいわね。危険だわ。この穴はどうやって開いたのかしら？もしかしたら大型哺乳類が氷の薄いところに穴を開けて呼吸をしたのかもしれないな。ワモンアザラシやタテゴトアザラシは、どちらもこれに似た穴を氷に開けることで知られている。アザラシが穴からひょっこり顔を出すのかわいいわよね。また別の可能性としては、自然の対流過程によるという線も考えられる。どういうこと？つまり氷の下の一部分に暖かい海水が集まり、上の氷を溶かしたってことだ。だからあんな模様なのね。あるいは、科学者がまだ知らぬ現象である可能性だって考えられるな。その方が興味湧くわね。何せ NASA の観測員ですら、この穴の正体がわからないらしいからな。今日はここまでだぜ。北極って一面雪で、たまにペンギンがいてっていう殺風景な場所だと思っていたけど、全然そんなことなかったわ。お目にかかる確率は高くないが、しばしば奇妙なものに出会えるのが北極だ。そうね、北極っていうのがよりレア感を出しているわよね。プラスチックの雪は例外だけど、今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。